新規ドラクリオとコラボ開催中ということで、こちらの新規イベントをやっていきたいと思います。こちらの帰ってきた吸血鬼年越しですね、光属性エネミー出現ですね。こちらの木の思い出、甲の思い出ですかね、後編をやっていきたいと思います。メンバーはこんな感じです。ちみまるブログとか結構ツイッターとかでは言われてるんですけど、光属性なんで闇を連れていくといいっていう感じには載っているんですが、今回はですね、こちらの闇属性を風に変えるっていうスキルを使って倒していきたいと思います。つまりはですね、こちらのフレイヤですね、フレイヤの火力を生かして倒していきたいと思います。ちょっと変わったパーティーですね。やってみましょう。では早速やっていきましょう。こちらも特攻キャラですね、一応連れてってみます。では早速やってみましょう。ね、闇しか湧かない感じですね。スキルゲージを貯めるだけって感じでやってみましょうね。適当に満タンぐらいまでいけば結構やりやすいんじゃないですかね、こんな感じだったら。よいしょですね。こんな感じでも結構体力削れてますね。そんなに強くはないみたいですね、今回のは。よいしょ。で、まあ、あんまり必要ないところを削っていきましょう。ですね。ここですね。よし。で、ここですね。例の変換を使ってみます。闇魔石を風魔石に変え、そのターンの間パーティー全体の攻撃を 100% 上昇ですね。これエンハンス効果モノルみたいですね。てな感じに風に変わります。でこれで一囲いで多分勝てると思うんですよね。ちょっとやってみましょうかね。てな感じですね。硬くてもこんな感じに枯れますね。まあ結構弱い敵だったらこんな感じに勝てます。今回はこんな感じでした。こういう一種パーティーっていうのも結構考えた方がいい時期かもしれないですね。